モンショーミハウ、ゲデオン・ヒエロニム・ラジビウは、ポーランド・リトアニアの貴族、軍人、公、ニエボルフその他の領主、ポズナン大公国総督、アントニヘンリク・ラジビウ公の弟、ビリニュス県知事ミハウ・ヒエロニム・ラジビウ公の息子に生まれ、1794年に、コシチューシコ法規に参加した、ナポレオン・ボナパルトのポーランド遠征が始まると、 フランス側の北部地域軍の大佐及び司令官となる。クダニスクに包囲に参加後、連隊と共に同志への駐屯を命じられた。1811年、旅団司令官に承認している。1812年ロシア戦役においては、ジャック・マクドナルキ下の第10軍団において、シャルル・イングランジャン将軍の率いる、分割ポーランド旅団の司令官の一人となった。 1813年になると、ジャンラップ将軍の下で、グダニスク防衛戦に加わり、同志の陥落と同時に捕虜となる。1815年、ワルシャワ公国の消滅によって、免職処分となり、領地、ニエボルフに筆則した。1830年から1831年にかけての11月放棄では、ラジビウは、ポーランド国民政府の閣僚となったほか、何度か、 ポーランド軍の総司令官を務めた。しかし、ポーランドの敗北とともに、ロシアに送られ、ヤロスラブリで抑留生活を送った。1836年にポーランドへの帰国を許され、1850年にワルシャーで死去した。ありがとうございます。